山大勢は今シーズンで4年目を迎えます FC 東京。今シーズンの目標はズバリシャーレを掲げること、もうこれ指揮官が明言しています。青赤 FC 東京、そして白基調セレッソ大阪が右にエンドを取っています。さあ注目の前半45分です。長いボールを前に送りました。も含めてね、はい、ちょっと足元滑るんですかね。かなり試合前水まいてました。おっと、大久保先制。大久保3戦連続4ゴール目。いやー、いい入り方しましたね、今ね。だけです、前に行く、そのボール、拾って、あと、右から、ここから、さあ、戻っている、ふわっとしたボール、ヘディングシュートは合わない。シュートまで行きません、最後クリアしました、中村穂高。そして今、笛が鳴りました。さあ、これは改めて、福田さん、アンカーの位置に。さて、いよいよ後半の、ぐんぐん。坂本も上がってきて、そして中にはもうすでに今選手がフィニッシュ。これは最後は、はい、FC 東京としては前からプレッシャーかけたんでね、はい、大きなスペースありましたけど、そこをうまく使ってですね。さあクロスボール、流れた。チャンスを作りました小川。センターサークル中心にまとまりました。キム・ジンヒョンです。ゴールをね取ることができましたけど、ちょっとねキム・ジンヨンのミスもありましたけど、最後までまあ一つ今シーズン3年目、22歳田川、大きくキーマンになるであろうというふうに言われました。今度は逆襲。しかし今度は松田陸が前に行こうというところ、坂本前に送って、そして大久保、これは足元ディフェンスちょっと乱れた。ここでフィニッシュ、ファインゴール生まれました。最終的にネットを揺らして深いところまで入って、かなりマイナスにねボール返したところ、清武も非常に落ち着いてましたよね。まあ、荒川がいるの分かっていてスルーしましたけど、ここはマッチアップ。アデウトンからのボール、レアンドロは前を向くことができたがシュートだ。一振り、レアンドロナイスゴール。駆け引きに勝った感じですね。キム・ジンヨンはね、壁の頭を越えて近い方に来るという動きをしましたけどね。オープンですね。前に入ってくるボックスの中、ダイウトンクロス入れてヘディング、長い。そしてフィニッシュ、レアンドロ。よく顔面に当てたというディフェンス。いいとこ入れたと思いますよ。絶妙なタイミングでね。長井のヘディングもしっかりと基本通りにね。三田は中に入る、レアンドロが入れる、ゴール前詰め込んだ。オウンゴールか、それとも今は渡ってですよね。これ最後は触ってますね、森重がね。森重のゴールになりそうです。そしてタイムアップ、 FC 東京、今シーズンの初白星はリーグ戦。